水のサーブから打っていった。影山、水谷さんのラケットで強烈な一撃。すごいパワーあったな今。なんとサーブミスがここで出た。大間返している、大間返している、フラッシュ、今日が決まった清水。エア系みたいなスマッシュ出た今。2対2の同点です。好プレーが続いています。清水のサーブ、ここでサーブミス、サービスが入らない。頑張ります。影山が1点リード。影山もフォアハンドオーバー。3対3。サービスです。今度はそのラケットのパワーを抑えきれませんでした。影山ちょっとパワー出しすぎてるな今。バックで返す。さあここで影山がさらに1点追加、5対4。やばい、パワーパワーパワー。正直緊張して、よし。あれ多分点数取った後に何言おうか考えてる顔だ。それ良くないですよマジで。それはすごく良くない。うわー、オーバー。楽しい、両者いいプレーが出ています。マッチポイント影山、サーブで決めるか、清水が追いつくか。いいコースに打っていった清水のフォア、6対6の同点。卓球日本、56年ぶりの全種目メダルへ。もう優勝したいっていう目標しかない。今年こそは、本当に今年こそは金メダルを獲得したいと思います。世界卓球、5月21日から連日生中継。一緒に照らそう世界卓球、全力応援。